ネットで見つけた怖い話。第7162は、同じ部活にいた外国人。俺が中学生だった時、同じ部活にイスラム教徒の3人、亀井、ってやつがいた。俺は、シンカラってほどではないが、こいつと妙に気が合わない部分があり、よく喧嘩したりしてた。とは言っても殴り合いってほどではない。先生に見つかったりしたら大変だしな。こいつはちょっとからかうとすぐに切れるやつだったんで。バーカバーカおう。とでも言ってやれば、すぐに追いかけてきた。わかるやつにはわかると思うが、逃げるのも楽しい。で、たまに自分の持ち物がそいつに隠されてたり、いたずらされたりするわけだ。その繰り返しだな。これだけ見ると可愛いもんかもしれないが、本人たちは7割は本気で憎しみ合ってたと思う。ある時は、自転車で4、5キロ追いかけ回され、商店に逃げ込んだこともあるくらいだ。ある時、買ったばかりの筆箱がぐちゃぐちゃにされてた。落書きされ、切られ。それは母親が買ってきてくれたもので、なんだか当時本気で頭にきて、先生にチクってやった。3にはこっぴどく怒られた。俺は、スカッとし、気持ちよく帰宅した。次の日、奴は俺に仕返しに来るかと思い、何時来ても俺は、最高のダッシュで逃げてやろうと待ち構えてた。2時間目かな。終わった時に廊下で、次は体育館などと思ってた。その時だった。ゆるっと何かが前を通ったと思った次の瞬間に、後ろから首を締め上げられてた。俺は、一瞬で3人であると理解した。そして、これが単なる首締めでないことも。俺は、首を、靴紐より少し太い程度の紐で締め上げられてた。最初に、ゆる、と目の前を通り過ぎたのは紐だった。足が浮いてる気がする。やばいと直感的に思った。今このフロアには誰もいない。今思うと、金玉握れば話す気もする。が、とっさに首を絞められると頭が回るもんじゃない。意識がおかしくなり、ごわ、と変な咳が出た。走馬灯は見えなかったが、この時少し、し、お意識したと思う。次の瞬間に、衝撃とともに3人の体勢が崩れ、俺は、咳をしつつ涙目で転げ回った。同じ部活の友達、山口がタックルしてくれたのだ。意識がまだはっきりしないものの、山口が3人を説教しているのを見て安堵した。俺は、まだ咳込みながら、お前、ふざけるなよマジで死ぬとこだったぞ。と言って、とりあえず逃げておいた。後で山口に、お前もさっきのは危なかったぞ。仲直りしておけよ。と言われた。なんというか、3人も殺そうと思ったのではない。ちょっと度が過ぎたか、切れたんだと思う。度が過ぎてるにも程がと思うかもしれないが、それが国柄の違いというか。その証拠に、後に3人とは和解し、友達になった。まあ、俺が言いたいのは、特に外人に対しては接し方に気をつけろってことだ。日本人の常識は日本人にしか通じない。今俺は、夢だった仕事につけ、日々充実し、あの時殺されなくてよかった。とたまに思う。山口はオリンピックに出場したとかって話だ。まあ、マイナー競技ではあるのだが、陰ながら応援している。832。殺す気満々じゃないか。山口がいなかったら間違いなく死んでたぞ。首絞められて気絶したふりでもしとけば、三人の人生やぼんだったのに。お人好しだな。834。きちんと確認してなかったんで何とも言えないが、ロープを用意してる時点で計画的だよなと書いてて思った。ふす、なんつうか、単純に気違いってわけじゃないんだよな。そうだったら危なくて近寄らないし。単純に、日本人にとって、やっちゃダメなこと。ってのが、彼らにとっても同じだけ、やっちゃダメ。なのかというと、それは違うっつか難しいな。俺は、この一件以来、外人にはなるべく慎重に対応しようと心がけてる。ネットで見つけた怖い話。第7163話。
合同葬式会場。彼女の体験談。中学の頃、祖母が亡くなり、お通夜が行われてる時の話。その葬式会場は他の方のお通夜も行われてて、人は結構いたらしい。そして夜になり、トイレの便座に腰を下ろし泣いてたらしい。すると、ドアの外の手を洗うあたりから女の人の泣き声が聞こえてきて、ああ、この人も私と同じような境遇の人なんだなぁと思ったらしい。そして、涙を拭い外に出ると、その女の人は自分と同じ中学生ぐらいの子で、顔、彼女の、おじいっと見つめたまま泣き続け、その顔見てると自分も悲しくなり、軽く会釈をしトイレを後にした。そして、祖母のお焼香をしようと部屋に向かってるとき、背筋が凍ったらしい。隣の方の家が、どう見てもトイレで会った女の子で、よく考えたら、人の顔をあんなに容姿しながら泣くのに違和感を感じたらしい。で、その後遺族の方にお願いして手を合わせてきたらしい。ちなみに、その子は病気で亡くなっていて、未だにあんなに悲しい顔した人間は見たことないらしい。ネットで見つけた怖い話。第7164話、家族連れの車。当時、4年前、スタンドでバイトしてたんだが、その日は結構忙しくて大変だなぁと思ってたんだ。忙しい時間帯に車がもう1台入ってきて、車種はウィンダム。今日は本当に忙しいなと。いらっしゃいませー。と車のドア開けて、レギュラーですかハイオクですか、と聞いた。車内をちらっと見て、運転手がちょい怖い顔のおじさん、で助手席におばさん。後部座席にはお母さんらしき人と子供が2人いた。あー前にいたのは、じいちゃん、ばあちゃんかと、その時思った。いざ給油をしようと思うと、給油口が開いてないので、開けてくれって言った。ガチャ。開いたのはトランク。これ自体はよくあることなので、給油口を開けてくれともう一度言った。その後トランクを閉めようとしたらガス。あれ？閉まんねえ。あ、布団が出てる。一旦トランク開けて布団を入れてから閉めよう。そしてトランクを開けると、そこには、体中が傷だらけで血まみれの男が入ってた。しかも、布団だと思ってたのが、指。見てはいけないものを見てしまった。直感で消されるとさえ思った。もう怖くて怖くて、本気でぶるった。すごく怖かったんで、ガソリン入れて速攻返した。帰り際におばあちゃんに睨まれた。その時のおばあちゃんの目が、すごく怖かったのを覚えてる。その後、数日間はそのことが頭から離れなかった。殺されると本気で思っていた。まあ結局、何もなかったんで安心した。よくよく考えると、車内に父親らしき人がいなかったので、あれは父親だったのかなって思う。なぜあの人は血だらけで、帰り際におばあちゃんに睨まれたのかは今もわからない。11. それが真実なら怖すぎる。手が事件だよ。あんたが通報してないでその人が死んでいたら。あんたも密室の恋で逮捕かもよ。12. 書くの忘れてたけど、血まみれの人動いてた。多分、死んでないと思う。痛めつけたパパを放置プレイしてたのかもな。ネットで見つけた怖い話。第7165話、友人が住んでいるアパート。友人が住んでいるアパートの話です。長い期間にわたり散発的に発生していることなので、箇条書きでまとめてみました。1. 深夜にざわざわと話し声が聞こえる。疲れて寝ている時などは、どうしたの？と女の声で囁かれたこともあるそうな。友人本人は幻聴だと言い張っている。2. 深夜にトイレの水が勝手に流れる。何事かと確認に行った友人は、頭を何かに触られたらしいです。私自身もこのトイレに入ったことがありますが、異常なまでの閉塞感、圧迫感があって、二度と入ろうとは思いませんでした。友人本人はこの件を、トイレの不調と気のせいだと片付けております。3.
風呂場の排水口周りに長い髪の毛が散乱することがある。当時友人は坊主頭で、部屋には女性が出入りすることもありませんでした。これに関しては、友人本人も頭をねじっています。4. アパートの近所の住人は、友人の部屋には女の人がずっと住んでいると思っていたそうです。3. の件から何年か後に発覚した話です。友人もちょうど髪を伸ばしていた時期で、自分を女と見間違えたんだろうと言っておりました。ですが正直な話、友人本人は、どう見ても女と見間違えるには無理のある見た目です。他にも細かな話が結構あるんですが、書ききれないので省きます。先日友人と話していてこの話題になったのですが、現物、幽霊、を見たわけじゃないので気にしない。あんま怖いこと言うと住めなくなるからやめれ、と笑っておりました。私と他の友人たちは、絶対部屋に何かついてると噂しております。ネットで見つけた怖い話。第7166話、今のドアを開けた瞬間。小学校低学年の頃、妹と二人で外から帰ってきて、今のドアを開けた瞬間。一瞬、今の壁のうち、庭と道路に面している二つが透き通っていて、部屋の真ん中には火柱が上がっているように見えた。次の瞬間には見えなくなっていたんで、気にしていなかったけど、後ろからおばあちゃんが来て、不動産の巡回や、って言ったのにビクッとした。それ何？なんで、そんなこと言うの？と何度も聞いたけど、なんだかはっきりとは答えてくれなかった。夕食時に妹が、今日、お部屋が燃えてるかと思った。って言ってるのを聞いて、もう一回ビクッとした。それだけ、怖くなくてごめんなさい。ネットで見つけた怖い話。第7167話、寝台割り地蔵体質。昔、一人暮らししてた時の話なんだけど、一人暮らしを始めて1ヶ月くらいの日曜の朝、起きたら知らない女が横で寝ていた。何が怖いって、俺その日の前日の夜、家にいて普通にちゃんと施錠して11時くらいに寝たのに。俺が唖然としていると、その女が目を覚まし、文章力ないんで、ここから順に箇条書きにしますね。いきなり悲鳴上げられる、になぜか？俺が責められる。質問攻めに合う、3相手を落ち着かせるまで30分くらいかかる。4落ち着いたところで話を聞いたら、3つの事実がわかる。その女は、俺の部屋の前の住人。部屋の鍵は、処分せず持っていたらしい。昨夜は嫌なことがあり、大酒を飲んでいた。酔っ払い、昔の家に帰ってきた。昨夜誰かに噛んられていた？わかんか？どうかも、相手すら覚えてない。しかも、俺が寝ていた彼女を噛んだと少し疑われている。この間、なぜか女がキレ気味。ゴーレ、キレる。その後キレた俺が、女が住居不法侵入だという現実を理解させ、その場で女の鍵をニッパーで切断して処理し、女を家から叩き出して終わらせた。数日後、変な郵便が届き、宛名が、マンション号の現住人様、で、差出人がなく、中身は商品券とお詫びの手紙で、その最後はこう締められていた。酔っ払い女より、と、文章が下手ですが俺的には、今考えると恐怖の一日でした。299酔っ払い女より、かわいい、わら、299。ああ、うまくいったらフラグ立ったのに。299。はいわい、うらやましす、うらやましす、www、仲の良い友達から、寝台割り地蔵、と言われる俺がうらやましいか？インパクトがあまりないので詳しく書かないけど、人違いとか相手の勘違いで、線路に突き落とされそうになる。あまり話もしたことにないクラスの女の親に、妊娠させた。と家に怒鳴り込まれる。人気のないところで先輩に袋にされかける。子供の頃、女の子と間違われて痴漢に遭遇。末
スーパーで万引きしてた一団の仲間と間違われて、一緒に事務所に連行される。まあ誤解が解けて、そこの商品券をもらったから言わしたけど、病院で血液検査したら病気見つかり、検査結果の紙をよく見たら違う人の血液結果だった。などある。俺の人生結構痛いぞ。ネットで見つけた怖い話。第7168話、兄の威厳。小学1年生の頃の話。俺に妹ができるってことだったが、予定日が近いというのに母親は気管支炎を患ってしまい緊急入院した。父は忙しいため、俺たちを見る余裕はなかったが、俺と一つ違いの弟は幼稚園と学校があったので、親類に預けるわけにはいかず。毎日ばあちゃんが、おやつと俺たちの晩ご飯を用意して、もろもろの注意をして、ドアは開けるな、電話は、帰るという生活が10日ほど続いた。もちろん不安もあったが、父親は仕事を切り上げて9時には帰ってきてくれたので、いつもは11時頃。実質二人きりになるのは2時間ほどだったので平気だった。ただ、二人で遊びまくってやろうと思ったが、ちゃんと母親から、予定表、なるものを渡されていて、俺と弟は8時には布団に入らされていた。真面目にいつも8時には布団に入っていた。何日かしてから弟が、窓から知らないお兄ちゃんが覗いてる。と言い出した、いつも布団に入った頃に覗きに来るのだという。ビビって泣きそうになったけど、兄としては字がつかないので。怖かったら兄ちゃんの布団に入れ、とうとうとお招き入れて、電気をつけて寝た。次の日からずっと電気をつけて寝た。弟も、もうお兄ちゃんは来ない。という。その間に妹が生まれ、ついに母親が帰ってくる前日。なぜか兄という使命感に駆られて、最後の日くらいは電気をつけずに寝てやると思い、ドキドキしながら豆電球のみで寝た。だが、やっぱり何も起こらなかった。内心ほっとして、本格的な眠りに入りそうになっていた瞬間、急に窓に誰かいるような気がした。目をつむっているのに、部屋の映像が浮かんだ。弟の言った通り、メガネをかけた人が窓に張り付いていた。ただ、俺が予想してたよりもずっと幼く、小学校4年生くらいの男の子だった。こちらをニヤニヤと見ていてとても怖かったが、そのうち消えると思って必死に目をつむっていた。ところが、しばらくしてその男の子は俺が気づいてるのを察したようで、いきなり窓をバンバンと叩き始めた。それでも怖くて動けずに布団の中でガクガクしていたら、もう一人のお化け?の声がして、ダメだよ、パパに叱られるよ、帰ろう。と、女の子らしき声の主が言った、心の中で、女の子グッジョブ。と思って俺は、早く帰ってくれって祈った。そしたら、窓を叩く代わりに男の子は笑い出した。世にも恐ろしい笑い声だった。そしてニヤッと笑って。違うよ。知ってるよ、この子たちいつも二人きりだよ。パパいないんだよ。と言って、また窓をバンバンと叩き始めた。俺は、もうパニックになりながら、お父さんが帰ってきた。と叫んだら、一瞬で頭の中の映像が消えて静かになった。急いで部屋の電気をつけて、弟にしがみついて、必死にお父さんが早く帰ってくるように祈っていた。もう兄の威厳なんてものにこだわるのは予想と、心に刻んだ出来事でした。ネットで見つけた怖い話。第7169話、夕闇通り探検隊。うちの地元はニュータウン地域なんだが、もうボロボロな団地ばかり。今では老人が住む町に変貌してるようなところなんだよね。で、小学校2年くらいだったかな?季節は夏真っただ中。放課後いつも遊んでいるメンバー8人くらいで、冒険と称して遊びに出たんだ。まあ冒険といっても、地元から 2km ぐらいしか離れてないところなんだけど、団地群の端の方で隣には雑木林があるような、
雰囲気的には最悪な感じのとこ。昭和80年かわって感じ。で、その雑木林をみんなで歩き回って楽しんでたんだ。で、もう日が落ちてきたし帰るかってことで帰路に着いた、夕暮れ時ってやつ?黄昏時ってやつ?まあそんな雰囲気の中、帰路に着いてたんだ。みんなでワイワイ帰ってた。そして、ある団地の前を通りかかったんだよな。場所は、雑木林から歩いていくとちょっと隔離されたような団地が二棟あって、その傍らら、その二棟は横に並んでるんだけど、正面以外は雑木林というか木に囲まれていて空気が重い。なんつうか、夕闇通り探検隊って PS ソフトがあるんだけど、まさにあんな感じ。正面の道路は普通の道路で、そこを歩いてたんだ。そしたら、どっからともなく女の子笑い声が聞こえてきた。俺は、え?と思って、周りを見渡しても誰もいない。うちら8人に女の子なんていない。どっから声がしているのかその声の主を探したんだ。そしたら、その団地の2階の窓から女の子が網戸越しにこっちを向いて、まさに、ケラケラ、って声出して笑ってたんだ。また、その女の子が不気味。何が不気味かって、その女の子の部屋は真っ暗。部屋の奥は何も見えない。そんな中、窓際の女の子だけがピンク色の服着て笑ってる。何秒か見とれた後、俺は、周りに伝えようと思ったけど、何人かそっちの方見てて、明らかに女の子の存在に気づいているんだ。そして、立ち止まった何人かが黙ってそっちの方を見てるものだから、気づいてなかった子たちもそっちの方を見出した。そして、やっぱりみんな何秒か見とれてた。そしたら中の一人が、うわぁ。って言って走り出したものだから、みんなも叫んで走り出した。わら。この時、俺は、ローラーブレード履いていたので、勢い余って転んだんだが、必死の速さで起き上がり走った。そして、みんなで普段いつも遊んでいる自宅の下の、団地で囲まれている公園にたどり着いた。もちろんみんな、幽霊だ。幽霊だ。と騒ぎ始めた。まあ得意になったんだろうな。わら知り合いのおばちゃんにも、幽霊がいた。って教える始末。ガキは性質が悪い。おばちゃんは軽く流してた。で、しばらくして建設的な会議が始まった。そして、明日は休みだから、あの家をもう一回調べに行こう。って話になった。仲の良い俺とその他二人で、明日の朝その家を調べに行くことになった。翌日、朝そのいつもの公園に集まり、三人でその家に向かう。そして、その問題の団地に着いた。さすがに晴天だし、朝なので不気味な気配はなかった。で、手始めにポストを調べることになったんだ。俺は、ヘタレだから前の道路にいて、ポストは友達が調べていた。すると友達が、20×5 室だよねと尋ねてきたから。うん、そうだよ。と、部屋が何号室かわからないのに答えた。ちょっと来て。と友達が手招きするから、一応ポストのところに行ってみた。これさぁ。と友達が指を指したのは、その家のポスト、なんか丸いシールが貼ってあった。よく見てみると、移転、〇〇と名前が書かれていた。この丸いシールは、引っ越す際にそこに名前を書き、新たにそこに居住する人が入ったら剥がされるというもの。つまり、20×5 室は引っ越した後で、居住者もいない。つわりあの女の子は、何者?マジで幽霊?一瞬理解できなかったが、分かった瞬間すごい怖かった。鳥肌が立ち逃げ出したくなった。が、意外と周りの二人は冷静で、2階に上がってドアの前まで行ってみようぜ。なんて言いやがった。正直行きたくなかったが、二人が行くもんだからしぶりながらもついて行った。そして2階に上がり、20×5 室の青い扉の前に立った。これと言って何もない。友達は新聞の投函口を開けて中を覗いている。数秒後、投函口を見ていた友達が、猛烈な速さで階段を駆け下り逃げていった。と同時に、俺も猛烈な勢いで逃げ出した。
3人でどこへ向かっているのかはわからないが、とりあえず走った。多少走って人通りがある場所に出て、やっとそこで皆落ち着いた。何があったの？と、俺は、投函口を覗いてた子に聞いた。いきなり顔に風が来たからびっくりした。と彼は言った。風だけかよ。なんて思っていたけど、その日は無風でものすごく暑かった。さらによくよく考えてみると、空き家なため窓はすべて閉まりきっているはず。その答えをみんなで出したとき、みんな黙ってしまった。本当に寒気がした。昨日は、幽霊だー。ってテンションの上がってたのに。この現実を知らされた3人のテンションはガタ落ち。本当に笑ってられなかった。そして、次に学校に行ったとき結果をみんなに伝えた。何人かはもうすでに友達から聞いて知ってたみたいだが、盛り上がりは半端なかった。今日放課後行こうぜ。みたいな話が言ってないメンツで上がっていたが、俺ら3人は行くのを拒んだ。次の日、行ったメンツは、本当に引っ越してた。俺らが見たのマジで幽霊？とか、神妙な面持ちで言ってきた。8人全員同じものを見ているんだから、間違いはないだろう。もちろんその後、俺らの学年では幽霊団地が話題になった。それで、全く同じ幽霊を見たなんてやつがちょこちょこいた。中には、お線香の匂いがすごいした。とか言ってたけど、どいつもこいつもうさんくさい。単なる便乗した目立ちたがり屋にしか見えなかったし、実際そうだろう。実際、彼女見た俺ら8人は、聞かれる以外もうその話をしなくなった。身のところ、見てないから盛り上がれるのであって。見てしまったらもう幽霊以外の何者でもなく、興味すら湧かなくなってたんだろう。そうして、幽霊騒ぎは沈下していった。以上です。読みにくくてすいません。わら、何か矛盾点とか見つけて聞きたいことや、質問があったら答えたいと思います。わら。読みやすくてよかったよ。わら。で、場所のヒントをもう少しおねだりしたいんだが、わら、737。場所は大丸ニュータウン。わら、まさに夕闇通り探検の雰囲気です。もしくはもっと廃れてるかも。わら。今日のオカルトスレ。真相がもみ消された未解決事件ってある？なんか気になる。リンク。世田谷一家殺害事件は犯人が宗教絡みで韓国人、しかも韓国に逃げて韓国政府が捜査拒否してるから犯人捕まらないらしいね。FB 心理分析官の番組で子供が発達障害の病院行っててその関係筋だとか。だから犯人逮捕できても多分無罪。まさか信じてるのか。高知白バイ事件と徳島自衛官変死事件。https://ja.wikipedia.org/wiki 徳島自衛官変死事件。清水由紀子さんの自殺とかかな。京都タミーレン中央病院は、医師が治療のために必要と指示した細菌検査について、指。治療を受けた細菌検査室が検査を実施していないにもかかわらず、医師に対しては、菌を検出せず、との虚偽の報告をし、その一方で、保険診療報酬については、検査を、実施したとして、約120万円を国や府から不正に受け取っていた。手抜き検査された。人のうち、適切な治療を受けられなかった200人以上が死亡。京都タミーレン中央病院。派遣日本民主医療機関連合会、タミーレン傘下の病院である。数年前にあった筋弛緩剤混入事件。どう見ても冤罪だろこれ。検察は救命措置などで評価が高かった主大輔は待遇面で優遇されるだろうと期待していたが資格と経験年数相応の待遇だったことに不満を持ち、容体急変場面を作り出して、得意な救急措置を活かして活躍したかったことを動機として主張した。弁護団は筋弛緩剤が混入されて数日後に血液から大量の筋弛緩剤が検出されることはありえないとする医学的観点から、
患者に筋弛緩剤が投与された事実は存在しない。5人の被害者の容体急変は個人による意図的犯罪によるものではないとして無罪と主張。また被害者の血液鑑定書は血液のサンプルを全部使ってしまったため再鑑定できない状況にあることで捜査当局の捏造疑惑があるとして無罪主張を補強した。https://jaa.wikipedia.org/wiki 筋弛緩剤点滴事件。公園のゴミ箱にバラバラ遺体を捨てられてた事件は？井の頭公園バラバラ殺人事件。井の頭公園のゴミ箱に、人の足首が捨てられているのを清掃員の女性が発見した。駆けつけた警察官らが公園一帯のゴミ箱を捜索したところ、計27個に分断された手足。胴体の一部が発見された。また手足の指紋もすべて削り取られていた。2008年5月現在、犯人の特定には至っておらず、未解決となっている。被害者は東京都高井戸の某宗教施設に通っており、その宗教団体と何らかの関わりがあるとも言われている。リンク。井の頭公園のやつ？あれはメガテンユーザーには倍怖かったな。あれもカルト教団の人違い殺人だと。テレビによく出る霊の法医学者が番組で真相を語ってたな。表向きは未解決になってるんだっけ？本当にもみ消されたのは、岩手の女子高生殺害事件の真相だろうな。手配犯として検証金までかけられた小原は犯人じゃないしもう殺されてる可能性が高い。事件を追ってたジャーナリストの黒木明夫さんは突然謎の自殺をしているが、本当に自殺か疑問視されている。家族の身に危険が及ぶとやばいから自殺で片付けてるだけかも。10年以上前だったか、アメリカでどっかの教授やってた日本人がプロとおぼしき手口で殺害されたの。続報聞いてない気がするな。とにかく理由も証拠もさっぱり、って感じの話だった気がする。もみ消し云々はわからんけど、やっぱり迷宮入りになったのかね。狭山事件。https://jaa.wikipedia.org/wiki 狭山事件。指定校。仲間は泳いでないみたい。その他の不審な点。ニューホラ届けを提出してない。5人いたのに地底湖で泳いだ。泳がされた。のは被害者の一人だけ。溺れるところを誰も目撃してない。溺れた時の状況説明がニュースソースによってコロコロ変わる。タッチした。という声は聞こえたのに、助けを求める声などは一切聞こえなかった。救助活動を行わず現場に誰も残さないまま全員帰ってきた。探検に必要な装備は備わっていた。と強調。遭難事故では隊長が記者会見するのが普通だが、逃げ回って記者会見をしない。探検部のページから、部長、白米美穂、副部長、伊藤智子、の名前を真っ先に削除。探検部は女性が多く、男15。女10、部内で恋愛やトラブルが起きやすい状況。いつもは行き過ぎた報道合戦を行うマスコミが今回は部員に全く取材を行わない。被害者の知人を名乗る人物が高知大学のリモートホストから2ちゃんに削除依頼。被害者のみ XI に勝手にログインしてプロフィールを改ざんし両親にとって大切な思い出となるはずの日記をすべて削除。指定校はおかしかったな。探検部内の新人いじめかなんかだったのかな。あと個人的には石井甲元刺殺事件と元厚生事務次官連続殺傷事件は繋がっていると見てる。群馬栃木。半径 10km 圏内で女児5人連続殺人事件。1979年8月福島マニア。5歳。1984年11月長谷部由美。5歳。1987年9月大沢智子。8歳。
1990年5月末だ真実。4歳。1996年7月横山ゆかり。4歳。半径 10km 圏内で17年の間に、女児が5人殺害されたので同一犯による犯行と指摘されている。1979年以降、4件の女児誘拐殺人事件と関連が疑われる1件の女児連れ去り事件、失踪事件、が、栃木県と群馬県の県境、半径20キロ以内で発生しており、これら5事件まとめて、北関東連続幼女誘拐殺人事件、とされている。また、5つの事件はいずれも現在の群馬県太田市及び栃木県足利市のどちらかで発生していが、そのうち、足利市内を流れる渡り寄せ川周辺で遺体が発見された3事件は、足利連続幼女誘拐殺人事件、ともされている。これら事件の特徴として、被害に遭ったのが4歳から8歳までの女子児童である点。3事件においてパチンコ店が行方不明の現場になっている点。さらに3事件において河川敷で死体遺棄されている点が共通点として挙げられている。また、これら5事件すべてが未解決事件となっている。リンク。女児5人連続殺人事件の犯人はすでに見つかっている。リンク。通称ルパン。茨城県。半径 15km 圏内で、若い女性3人連続殺人事件。2003年7月、佐藤舞、15歳。2004年1月、原田美里、21歳。2004年6月、平田恵里奈、16歳。こちらの3件はわずか1年の間に起こっている。34、平田さんの場合は、こいつしかいないって容疑者がいたけど白状しなかったらしい。犯人は女だよ。若い女性3人連続殺人事件のすぐ後に。茨城県と千葉県の県境で起きた事件。半途族が女子高生を橋から突き落とす。千葉県警は3日、2004年11月3日、女子高校生2人を車内に監禁して暴行し、現金を奪った上で千葉県野田市内の橋の上から突き落として殺害を図ったとして、22歳の男を主犯とするグループ4人を誘拐。営利、わいせつ目的、監禁、強盗殺人未遂などの容疑で逮捕した。4人は容疑を大筋で認めている。千葉県警捜査一課、道野田署によると、誘拐、監禁、強盗殺人未遂などの容疑で逮捕されたのは、22歳の男を筆頭とするグループで、共犯として19歳の少年を含む3人も逮捕されている。犯行に加わった4人はいずれも埼玉県北葛飾郡内の同じ運送会社に勤めている。今年10月の上旬、勤務終了後に、女をナンパしよう、と思い立ち、埼玉県内の私鉄駅周辺を外国製ミニバンで徘徊。近くのコンビニエンスストア前にいた16歳と17歳の女子高校生に対して、食事に行こう、などと声をかけ、車内に連れ込んだ。4人は女子高校生が車に乗り込んだ直後に態度を一変、2人を車内に監禁し、茨城県岩井市内の農道で車を止めて暴行。さらに2人が持っていた現金3500円入りのバッグなどを奪った。この際、4人のうち数人が会社から支給された作業着を着用していたが、暴行された女子高校生の1人が、その名前は覚えたから、といったことで証拠隠滅のための殺害を主犯の男らが決意。2人を野田式愛だけ瀬付近の利根川にかかる下総利根大橋まで連れて行き、中央部、水面からの高さ約18メートル、から突き落とした。女子高校生は腰から水面に落下するなどして重傷を負ったが、幸いにも一命は取り留めた。二人はそのまま水流に乗る形で自力で千葉県側の岸に流れ着き、近くの民家に救助を求めた。この犯人4人組は、伊藤洋華堂、に、
トラックで商品を配送する仕事をしていた。原田美里さんの自転車、伊東洋華堂土浦店の近くで発見。原田美里さんの拉致現場、伊東洋華堂への配送ルートのすぐ近くで拉致。平田絵里奈さんの携帯電話、伊東洋華堂の配送ルートのすぐ近くで発見。平田絵里奈さんの遺体、伊東洋華堂の配送ルートのすぐ近くで発見。ちなみに女子高生が突き落とされた橋と、平田絵里奈さんの遺体が発見された場所までは、歩いて5から10分くらい。平田さんの件は怪しげな外人が関わってんじゃなかった？まあ夜中にコンビニにいたらしいから、通りすがりに目をつけられたってことはありそう。ただ、4人も関わっていたら誰かしらゲロっちゃいそうだよね。メンバーの中に犯人が、とか？よう、この話は信じるなってどうなったの？ナイペイは死人に罪をかぶせて真相をもみ消そうとしてると思う。https://jawikipedia.org/wiki 八王子スーパー強盗殺人事件。火元カレー毒殺事件も冤罪説未だにあるな。林真須美って旦那と結託して保険金詐欺をやってたんだよね。旦那が何かのインタビューで林真須美は冤罪だって主張してて、我々は詐欺師だから金にならないことはしない。みたいなこと言ってたのが妙に説得力あったな W。確かに動機がいまいちわからないんだよね。60。近所に住む JK が、カレー鍋のとこでこそこそしながら蓋を開けて何かしてるマスミを見たと証言してたけど。あれは結局、マスミの娘でカレーを味見してたらしいからな。マスミに散々カレーをつまみ食いしないようにって言われたから、こそこそしながら食ってたらしいし。どっちにしてもまともじゃないことやってたのは事実で、それで巻き込まれたってんなら自業自得。まっとうに生きていかないと変なことに巻き込まれやすいっていう反面教師だな。ペッパーランチ事件。つい最近同じ手口で九州のどこか？でまた犠牲者出てなかったっけ？大阪の方？で鉄道が横転させられて数名の死者が出た事件。あれって脱線、事故、ってされてるけれども本当は事件なのでは。車が故意にぶつけられて横転したけどその車の所有者がヤバすぎてもみ消されたって。いつの事件だよ。福知山線脱線事故ね。塚口駅から同列車が脱線した地点までの区間に踏切は一つも存在せず。乗用車が近隣の建造物や立体駐車スペースから線路内へと落下した痕跡も確認されなかったことから、この説は明確に否定される。https://jawikipedia.org/wiki/jr 福知山線脱線事故。ご明察の通り、不審な白のワンボックスカーの所有者が激ヤバだとか、事件の直後はみんな電車の先頭車両避けてたからよく座れた思い出があるわ。伊丹十三自殺。この間、現場のマンション行ってきた。大物映画監督だから、ホテルのようなマンションかと思ったら、かなり庶民的で、どちらかといえば、学生が住んでも良さそうな安っぽいマンションだった。と言っても、六本木だけど、社会保険庁職員による社会保険費巨額横領事件。2007年9月3日の時点では、社会保険庁職員による横領は1億4197万円。50件。市区町村職員の横領は2億77万円。49件。であると発表した。https://jawikipedia.org/wiki 年金横領問題。王将って社長殺害の日までずっと株価下がってて、殺害翌日からガンガン値上がりしてる。絶対関係あると思うわ。美少女ジョンベネ殺人事件の犯人は誰？あと、元ダイアナ妃先は交通事故じゃなくて、
栄光室に殺害指示された暗殺だと思うんだがどうよ。極めて古い話だが、帝銀事件だな。アメリカ占領時代の日本で起こり9731部隊関係者に捜査が絞り込まれた時に GHQ から捜査中止命令が出たという。731部隊の生物兵器のデータ入手と引き換えに731部隊の行為免罪していた米国からの指示だろう。松本清張も日本の黒い霧の中で書いてるしな。731部隊関係者から戦犯が出なかったのも不自然だし、朝鮮戦争で部隊長だった石井が半島に渡ったのではという憶測もあるからな。 W 真相がもみ消された未解決事件。元ダイアナ妃は英国王室によって暗殺されたと思われる。元ダイアナ妃はイスラムの男性と結婚が決まって子供も身ごもっていたという。産むとどうなるかというと、英国王室の皇太子とイスラムの家系が兄弟血族関係になってしまう。それだけはどうしても阻止したいが、産むなと言ってももう無理。それで暗殺するしかなかった。マレーシア機撃墜事件。脱ロシア派と親ロシア派が互いに相手の犯行だとこすりつけ合って、真相が見えにくいな。親ロシア派の通信を傍受したものとして公表された音声が、いかにも作り物っぽくて相手にされないし、ドイツのネタ雑誌が出したと言われる、S-25が機関砲で撃墜したという近接は、そのナンセンスさにポイントを申請したい。不謹慎ではあるが、マジだな。しかも直後にもう一機なかったかな？大牟田爆発セキュリ。工場の爆発事故に駆けつけた地元消防団員らに起きた症状は、セキュリのものではなかった。濡れ衣を着せられた水道は、セキュリで汚染された証拠は皆無。汚染されていなかった証拠なら複数ある。セキュリを発症した住民たちは、予防薬として配布された錠剤を服用していた。配布した人物は何者なのか？錠剤は予防薬どころか、生きたセキュリ菌の塊ではなかったのか？内務省や陸軍省、福岡県、大牟田市、さらに九州帝国大学、現九州大学、長崎医科大学、現長崎大学医学部、熊本医科大学、現熊本大学医学部、など様々な機関による調査の結果、原因は上水道の貯水井戸第三原位を管理していた番人一家の用事。セキュリ菌の保菌者、濃物を選択した汚水ガイドの破損箇所から侵入したことが原因と断定。当時大牟田市水道課長であった塚本久光は、市長助役と共に引責辞任した。後に厚生省、現厚生労働省は、水道汚染による伝染病集団発生の代表例として、世界史上例のない集団セキュリ事件としてまとめている。https://ja.wikipedia.org/wiki 大牟田爆発セキュリ事件。うちの母親が大牟田の出身で当時爆発セキュリにあったうちの一人だ。本人もまだ小さすぎたので記憶も曖昧らしいが、4人兄弟のうち長女以外は全員セキュリで寝込んだらしい。長女は毎年表彰されるほどの健康優良児で、街中みんながぶ倒れている中、誰も遊んでくれない。と一人外でいじけていたらしい。水が汚染されてたんなら一人だけ無事は考えにくいし。後に配布された薬がもともとのセキュリの方と違っていた説があるが。戦時下のことだし。セキュリの薬ってだけで適当に出されたような気がしてならない。石井博志元暗殺事件。元厚生次官連続刺殺事件。社会保険庁職員年金横領事件。震災後に起きた川崎か大田区かどっかで起きた政府の米備蓄倉庫火災。戦後すぐの未解決殺人事件の数すごく多そうだな。混乱期だから何やっても取り締まられなかっただろ。特に米軍のふりすれば何でも許された。
カンナオトが北朝鮮関連団体に金を流していた事件。ろくに調べもせず不起訴にされた。今まさにもみ消されそうな日の小四男子変死事件。両手両足縛って首吊りの遺体が自殺とかありえんわ。こんな状況。マイナンバー制と合わせて、指紋と DNA の登録制も必至だな。激しい反対論が出るだろうが、犯罪抑止と未解決事件の減少にはつながる。反対論は警察や管理する公務員が悪用しないか否かに尽きるんだろうがな。ライブドア事件の沖縄ではリハラ自殺したやつとか、絶対自殺じゃないだろあれ。和歌山県田辺市内で今年2月、飲酒運転で人身事故を起こして逃走。酒気帯び運転と引き逃げなどで起訴された田辺市内の男、61、の初公判が13日。和歌山地裁田辺支部で明かれ、男は起訴内容を、間違いありません、と認めた。男は逃走後間もなく、田辺署員に身柄を確保され、飲酒運転をしていたことも判明したが、逮捕はされなかった。被害者側は、男の近親者に県警幹部がいるから逮捕されなかったのではないか、と。田辺署の対応に不信感を募らせている。起訴状によると、男は2月2日午前0時半頃、田辺市あけぼのの道路で、酒気帯びの状態で乗用車を運転中、赤信号で停止していた軽乗用車に追突。運転していた女性に怪我を負わせた上、救護や通報など必要な措置を取らなかった。この事件については、市内で飲酒事故があったことを知った本市が田辺署に取材。逮捕しなかった理由を尋ねると、当時の署長らは、ひき逃げではなく、逃亡の恐れもない、発表もしない、と説明していた。男は6月に送検され、8月に在宅のまま起訴された。しかし、被害者側の話では、事件が起訴されないことを不審に思って5月に検察庁に問い合わせたところ、その時点では送検の予定がなく、検察官がその場で田辺署に電話すると、手続きが遅れているとの返答だったという。被害者側は、男の実定が和歌山市にある警察署の署長であることもあって、身内意識で特別の配慮をしたのではないか、自分が申し出なければ送検もしていなかったのでは、と。田辺署の対応を批判している。この件について、田辺署の久保隆史作副署長は、逮捕するかどうかは、法律と証拠に基づいて判断している。任意の捜査が基本で、特別な配慮をしたことは絶対にない、と話している。飲酒ひき逃げ逮捕せず警察幹部の謹慎に配慮か、映画ら聞いた見法。リンク。3億円事件やろ。犯人自殺した死刑官の息子やったから。未解決のまま。ディアトロフ峠事件。当時の調査では、一行はマイナス30度の極寒の中、テントを内側から引き裂いて裸足で外に飛び出したとされた。遺体には争った形跡はなかったが、2体に頭蓋骨骨折が見られ、別の2体は肋骨を損傷、1体は舌を失っていた。2。さらに何人かの犠牲者の衣服から、高い線量の放射。おしまい。